はい、渡辺真史です。今回はね、 R3KT エピック解説の実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。この R3KT もね、使用で 13,000 ポイント、1万800円分でレアドロップ130個オープンで引き当てることができました。とっても欲しかったんでね、これね、これね、ベータ版、今製品版なんだけど、製品版がね、リリースされる前にベータ版の方で、ベータ版第1期第2期ってあったんだけどね、第1期の時だったと思うんだけど、レアドロップ1個でこの R3KT 引き当ててね、これね、まず特徴としてはね、このレジェンドまではエネルギー3点バースト式なんだけど、この R3KT になるとちょっとスタイルも全武器ね、エピックになるとレジェンドから比べるとスタイルも変わる、大きく結構変わってて、スタイルもフォルムが変わって、であと名前も変わってて、で性能も変わったりする、武器によって性能も変わったりするんでね。でこの R3KT に関してはスタイルも違うでしょ、若干変わるんでね。で性能も変わるんでね、エネルギー3点バースト式からこのエネルギーフルオートになるんでね、これね。なので武器レベルはね、このできれば R3KT エピックを入手してからの方がいいかもしれない。自分はもうすでにね、3点バースト式3点で武器レベルマックスにしたんだけどね。でガンパークの方がね、これね、エネルギーフロート正確かつ遅めの感覚で極めて高いストッピングパワーを発揮する。でガンパークの方が、 R3KT エピックのね、ガンパークの方がね、ブレーク、フルオートで反動が小さいということでね。でストック弾薬が増加になります。で命中率が76プラス4で80ということでね、命中率80で威力70で射程距離78で連射速度がね80にマイナス4になってるんだよね、これね、フルオートなんでね。でなので76ということで、で機動性65ということでね、これ結構強いよ、これこれエピック R3KT エピックを使ったプレイ実況動画上げたんだけどね、ベータの時にプレイしたマップがね、ちょっと名前が忘れちゃったんだけど、日本のマップがあるでしょ、プレシンクトっていうマップだったかな、プレシンクトでやった時に、プレシンクトの建物内、ちょうどマップのセンターになってる建物内、結構激アツなところがあるんだけど、そこで使ってんだけど、結構打ち勝ってたんでね、なので結構これ強いと思うんでね。これもかっこいいね、本当に。今迷彩組み合わせてないんだけど、迷彩なくても全然いいんね、これ。アイアンサイトでもいいんだけど、アイアンサイトちょっと狙いづらいかもしれない、これ。なのでサイトはつけた方がいいかもしれない、これまたフリーフォールでいちいちと狙っていくんだよね、これ。R3K、 これエピックなんだけど、今フロートなんだけど、 R3K で3点バーストでね、プレシンクトのフリーフォールでね、いちいちと狙ってみたんだけど、ちょっと29キロだったかな、やったんだけど、28か29キロで2位で1位逃してるんでね、結構惜しかったね。でも強いよ、これでも。これまたフリーフォールで1位狙っていこうかなと思っててね。R3K、この3点バーストでもちょっとフリーフォールで1位狙いたいね、できたら。で両方ね、これフロートになってるんでね、この R3KT ピック、これ両方使って、これこちらでもね、フロートの方でも1位、フリーフォールの1位狙っていくんでね、攻撃してください。あと他のゲームモードもね、ドミネーション全然上げてないんで、1本も上げてなかったと思うんで、ベータの時からね、多分上げてないと思うんでね、製品版でも一度もプレイ実況動画1本も上げてないんでね、ドミネーションもやっていくんでね、よろしくお願いします。ご期待ください。チームデスマッチとか、あとハードポイントとかね、フロントラインとか、あとディフェンダーとか、いろいろね。
やっていくんでね、こうご期待ください。以上にしていきたいと思います。はい、今回はね R3KT エピック解説の実況をやってきました。あとよろしければねチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。